チ地自治管区内のチャウンスキー地区の位置。ペベクは、チャウン湾の東岸に位置する。丸い点は、自治管区の州都アナディリペベク。ツンドラ地帯に位置するペベクの港ペベクは、ロシア最東端のチ地自治管区の北部、チャウンスキー地区にある、港湾都市である。北極海に面し、南へ切れ込んだ、チャウン湾の東岸に位置する。ペベクは、北極圏に入っており、 ロシア最北端の町である。1933年に北極海航路の中継港として建設され、1967年に町になった。北極海航路の中では最大の町であるが、ソビエト連邦崩壊後は寄港する船の数も経済も落ち込んでいる。人口は5206人。2019年、水上原子力発電所であるアカデミックロモノソフが、 開港され、入植地や企業向けに発電する予定。ペベク近郊にはず水銀、金、歴生炭の鉱山があるが、多くは採算が悪化したため閉山された。残った鉱山も以前より重要度は下がっているが、ペベク近郊の精錬所の稼働を維持するには十分な収益がある。ロシアの海上原発、北極海へ出発、海上のチェルノブイリと批判も、 CNN 2019年7月1日閲覧。プティフテガイドブックチャコトカモスクワアバンギャルドパブリッシャーズ2006ピアニッシモ108フォルティシモハット p o g o d a r u n e t 2 0 1 2年5月5日閲覧。ありがとうございます。